モートピアは、ホンダ技研工業の参加企業である、モビリティランドが運営する遊園地の名称である。鈴鹿サーキットの敷地内にあり、かつてはタマテックの敷地内にもあった。タマテックのものは1961年に、鈴鹿サーキットのものは1963年に作られた。他の遊園地と比べると自分で操作して楽しめるアトラクションが多く、期限は ホンダ技研の創業者であるホンダ総一郎が自社の工場などに作ったゴーカート場などである鈴鹿テックや朝霞テックと言われている名前はユートピアと英語で発動機の意味を指すモートを合わせた造語鈴鹿サーキットのモートピア1963年開園2000年オープン2010年リニューアル子供に向けたアトラクションを揃えている 2008年オープン、2017年3月4日リニューアル。自然と触れ合うことをテーマしたエリア。2007年オープン、2019年3月2日リニューアル。バイクを操る喜びを体感できるアトラクションを揃えている。2005年4月オープン。乗り物研究所でカートを作ったり、カートやエネマイナス1に挑戦したりできる。2005年7月オープン。 2014年3月1日リニューアル。冒険をテーマにしたエリア。2012年オープン。子供から大人までモータースポーツの楽しさを体感できる。タマテックのモートピア1961年に開園。2009年9月30日、タマテックの閉園に伴い閉園した。鈴鹿サーキットと同じアトラクションも多数あるが、タマテックにしかないものもある。 温泉施設、クアガーデンも併設されていた。タマテックオリジナルアトラクション、鈴鹿サーキットにもあるアトラクション。ありがとうございます。